せーの、わっしょーい。関西盛り上げたい、なにわのやんちゃなお祭り娘、大阪ショーギャングスのあいりです。ということで本日も始まりました、ショーチューブー。今日は見てもわかる通り、あいりのソロ企画動画をお届けします。今日は何をするかと言いますと、以前1ヶ月でどれだけ開脚できるようになるのかチャレンジっていうチャレンジ企画をしたんですよ。その今日はチャレンジ企画、アイリのチャレンジ企画第2弾ということで、今日はやっていきたいと思います。その名も苦手克服チャレンジはい、私ね、食わず嫌いっていう部分があって、ちょっと見た目で判断しちゃったりだとか、一回食べてあかんって思ったらもうそれ以降食べないとか結構多くて、その苦手意識が多いから、今日この YouTube 通してちょっと苦手克服してやろうと思ってこの企画を持ってきました。今日は何個か食べ物を用意したので、全部克服できるかは分かんないんですけど、ちょっと食べてその反応を見てもらえたらなと思います。それではやっていきたいと思います。はい、まず初めにチャレンジするのはこちらでございます。じゃ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 ーん、紅茶にチャレンジしたいと思います。じゃーん。はい、私ね、飲み物って結構水オンリーな人なんですよ。ジュースとかお茶とかもあんまり飲まなくて、その中でなんで紅茶を選んだかっていうと、やっぱり大人の階段登っていくにつれて、なんかカフェとか行った時にやっぱ周りが紅茶飲んでたら羨ましいなとか、アイリも飲みたいなっていうね、思いになるんですよ。で、一回紅茶を飲んだことがあるんですけど、その時に苦っってなって、そこから飲めなくて、だからもうそのカフェとか行ったらソフトドリンクって感じなので、もうそのカフェとかでも飲めるようになりたいし、ちょっとね、大人の味を経験したいなと思って今日は持ってきました。今日はね、3種類持ってきて、ストレートティーとミルクティーとピーチティーを持ってきました。まあこの3つの中からどれか1つは飲めるようになりたいなって思うので、ちょっと挑戦していきたいと思います。まずはじめはストレートティーからいきたいと思います。多分無難な味なのかな、わかんないですけど、まずは匂いからいきます。あ、でもいい匂い、茶葉の香りって感じではいただきます。美味しいねんけど、いけるわ。ストレートティーいけます。あれ、初めて飲んだけど意外といけんな。ちょっとびっくりやねんけど、なんか意外と無理かもと思ったけど、ちょっと待って、次2個目のやついくね。次はミルクティーいきたいと思います。いただきます。でも匂いはそんな、なんか変わらん感じするけど、いただきます。甘い、さっきのストレートティーより甘い。え、美味しいな誰もおらんねんけど、待って、もう苦手克服したかもしれんわ。美味しいです、ミルクティーも。あ、え、じゃあさ、最後ピーチティーいきたいと思います。いただきます。なんかジュース感あるな。なんかピーチやから余計か。え、待って、ちょっとやばい。これはアイリー紅茶克服ですね。え、飲んでみて、ほんまに初めて今日この3つのティー飲んだんですけど、全部美味しい。全部美味しい。え、全部美味しいね。
より紅茶飲めるようになりました。どれが一番美味しいやろ。この3つ飲んでみて、やっぱりミルクティーとピーチティーの方がやっぱ甘いから好きかもしらんな。全部飲める、飲めるってし、美味しい、美味しいと思えるのがすごいな。私的にはびっくりなんですけど、このピーチティーとミルクティーがやっぱ甘いからより美味しいなって思いますね。1個目のチャレンジ大成功です。イエーイ。では次2つ目のチャレンジに行きたいと思います。はい、2つ目にチャレンジするものを持ってきました。2つ目にチャレンジするのはこちらでございます。じゃ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 んじゃんじゃん、キムチでーす。もうなんか匂いから無理って感じなんですけど、あのね、メンバーのミレイさんはキムチとかもう辛いのが好きで、この間も動画ね、辛い麺を食べるっていう動画上げてましたけど、私何回か辛いのね、家族が食べてるのを見てちょっとつまむとかはするんですけど、なかなか美味しいとは思わないので、ちょっと嫌な予感はしますが、ちょっと辛いのチャレンジしたいと思います。ちっちゃいのにしようちっちゃいのにしようと思います。これとかにしようかな。だってもう赤いもん。ではキムチいただきます。口の中がヒリヒリします。やっぱりまだ私のお口はお子様みたいですいつだったら克服できるかな。まあ今日食べてちょっとダメだったので、また食べたいと思います。ミレイさんとかとも辛いの食べて美味しいなとか分かち合える時が来るまでちょっと修行を続けたいと思います。では次、最後3つ目の料理の方に行きたいと思います。最後3つ目のお料理持ってきました。最後のお料理はこちらです。じゃじゃん、見るかな、こちらニンニクでございます今部屋がすごいニンニクの匂いなんですけど、まあね、なんでニンニクを選んだかというと、多分ラジオかな、ラジオの番組の時にファンの方からニンニクが美味しいから食べてみみたいなことを言われて、まあ、メンバーとかスタッフさんの人も美味しいから食べ食べって言われてたんですけど、食べますって言ってから一回も食べたことがなくて、この単体っていうのニンニクですっていうの餃子に入ったニンニクとかはあるけど、それ以外は食べたことなかったんで、今日ちょっと食べてみない、みたいなと思って持ってきました。これはニンニクのホイル焼きで、ごま油とブラックペッパーをつけて作りました。作ったもいいんですけど、この硬いじゃないですかニンニクね、だからあの指を切ってしまうっていうハプニングを起こしたんですけど、まあ無事作れたんで、ちょっと今日食べていきたいと思います。匂いすごいけどいけるかな。ではニンニク食したいと思います。いただきます。どれにしよう、どれにしようかな。いただきます。うん、あー微妙なんかまずくはないけど、めっちゃ美味しいわけでもないって感じかな。これから食べようとは思いませんね。やっぱこの味は大人の味なんかな、夜のおつまみとかで食べそうな味やから、入りにはまだ早いみたいでございますね。また機会があったら食べたいと思います。はい、てなわけで3つのお料理食べ終わりました。はい、最終結果的には紅茶が飲めるようになりました。もうこれはこの動画を通して断言
できるほどやと思います。まさか紅茶飲めると思わんかったから、これからは紅茶飲めるようになりましたってみんなに言いたいと思います。キムチとニンニクは大人の味感が結構あったので、アイリにはまだ早いのかなって思いました。だからこれからちょっとずつ克服できたらなと思います。ということで本日も YouTube 見ていただきありがとうございました。次回の YouTube もお楽しみに。以上、大阪ショーギャングスのアイリでした。バイバーイ。